ってんだよ、ローランド様とロッド様で即日節子チャレンジ。今回なんですけども、Tinder で女の子と2対2のアポが取れたので、我々がローランド様とガクト様の格好で即日スコしたいと思います。それでは今回のチャレンジャーはこのお二人だ。チャレンジャーどうしよう。俺は夜の帝王、メスをマラで KO、竿でトリコを製造。僕がメスにするのは格付け、メスにはないね、なすすべ。誰が相手でも構わない、ただ僕は抱くだけ。俺たちが、僕たちがナンバーワン。手足がつかない不明者、ホーランド逆闘。女二人に本日の意気込みを聞いてみた。世の中には2種類の男がいる。3種類だ僕。戦略はどうなのか。メスという生き物は結局一流の男たちに集まるものだですね。僕が今喋ってるだろうが。最後に視聴者に一言お願いします。世の中には3種類の人間がいる。僕か、僕以外か、僕についてきてくれる愛しいみんなだ。さすがです。うるせえんだよ。はい、渋谷に移動してきました。でね、俺らと一緒に歩くのは絶対恥ずかしいと思うから、女の子は先に居酒屋で待たせてあります。気遣いができる僕らイケメンじゃね。いや兄さん、全然僕らイケメンとかじゃないですよ。あ、僕らイケメンじゃなくて超絶イケメンだから、よろしく。決まった決まった。マジでうるさい。じゃあそれでは移動していきたいと思います。はい、マジ行こう。ちなみに本物ですよ。下界はファンが多くて困るから。はい、じゃあ店の下着きました。切り替えましょう。で、ホーランド、今日行く店は欲しいですか。欲しい2つですね。だって俺たちスターだから。いただきます。お待たせ。あ、こんばんは。ごめんね、ちょっと僕にチューズトークで遅れちゃってさ。あ、全然大丈夫です。リワさ、僕の友達にちょっと来るから。あ、めちゃめちゃかっこいいやつだからさ。あ、ちょっと待って、はい、もうちょっとで来ると思ったら。わかりました。なんか飲みますか。そうだね、ロマネコンティとか置いてある。あれ、コンティ、ここに置いてなさそう。ダメだ、僕ロマネコンティしか飲めないんだからね。まずいな。僕の友達がもうすぐ来るらしいから、それにつけたらどうしようか。あ、わかりました。あ、お疲れ様です。お、あ、皆さん、やばい。お疲れ、お疲れ様です。はい、これ俺が唯一で知り合いの中で認めてる男。え、ポーランドって言うんだけど。ポーランドです。ポーランド、ポーランド、ポーランド、ハヒフヘ、ポな。あ、はい、兄さん、とりあえずロマネコンティ食べました。ロマネコンティないって。ないの？ないんすか、兄さん。じゃあハイボールでいいか。ハイボールと飲むんですか。まあハイボールかロマネコンティだよ。基本まあ俺は貴族だから飲まないんだけど、ないならしょうがないから。まあでも僕たちが飲めば何でもロマネコンティみたいなもんだからな。何を飲むかじゃなくて誰と飲むか。ああ。まあなんだろうな、その辺の男と飲むロマネコンティより俺と飲むドロムス。さすが俺が唯一認めた男。じゃあとりあえず乾杯しようか。お、じゃあ乾杯。そうだな。君の瞳に、いや君の瞳に映る僕らに乾杯。はい。美味しいね。ハイボールも悪くないですね。あなたから来たお兄さん、ローランドの真似ですか。ちょっと俺貴族だから真似とかは分かんないんだけど、だ、まあ、なんか隠せれば何でもよかったんだよね。だってさ、電信ブランド物の男ってかっこ悪いじゃん。服で隠してるって感じ。
お前はいつも正しいことしか言わないな。ありがとうございます、ね。まあ結構ね、写真とか撮るとき、ホーランドさん撮ってくださいみたいな言われるんだけど、あるね、全部逆光になっちゃうんだよ。ホーランド俺が眩しすぎてそれあるあるだな。あるあるですよね。やっぱ兄さんもなっちゃいます。フランクはそういう感じなんですか？僕らはいつもこんな感じだよ。特段いつもと変わりはないよ、うん。いつでもこんな感じで完璧かな。そういうキャラってことですか？おかしなこと言うな、彼女は。ちょっと俺貴族だからわかんないですね。だからその貴族キャラみたいな。いや、キャラっていう生き様ですよね。生き様だね。生き様か。2人とも育ちがめっちゃいいみたいな感じですね。まあそうだな、パリで育ったね、俺は。パリ、フランスの。そうそう、実家が結構有名なとこ、ベルサイユ宮殿って。あ、うん、あそこって人住めるんだ。あそこ俺の実家。へー、すごい。ポーランドさんじゃないお兄さんは。僕はギャクトって呼んでる。逆と逆と逆と、何の逆時代に背く反逆の逆。兄さんいいっすよ、かっこいいです。言うことがやっぱ違います。だから僕のことはギャクトって呼んでほしい。ギャクトさん、ガクトが全部逆なんですか？ちょっと待ってて、ガクト。ガクト知ってるか？いや、知らないです。知らないよね、はい、あ、知らないです、うん、テレビとか見ないですか？基本的に僕らは鏡しか見ないから、テレビ見るぐらいなら鏡だな。そうですね、まあ鏡見てる方が楽しいですねそうだな。兄さん、僕ちょっとトイレ行ってきます。僕も行こうかな。じゃあちょっとトイレ行ってくるから。お花を摘んでくるよ。お花を咲かせに行くんです。咲かせに行くのか。そうですよ。どうですか、調子は。いや、これで2は結構マジでしんどいわ。ゴールが見える。もう女の子飽きてんのすげえわかるんだよね、俺。本当に近い。いや、まあでもね、そう向いてらんないでね、こっから本気にしたいと思います。もうガッシュ行こう。OK。頑張ります。行ってくるわ。やべえやつ出てきたな。ごめん、マジで。いや、ちょっと写真と違いすぎた。やばい。え、だって写真めっちゃかっこよかったじゃん。写真かっこよかった。そうだよね。てか友達やばくない？え、でもどっちもやばい。友達がとかじゃない。どっちもいく。いや、絶対こっちじゃん。いや、病気でしょ。え、でも顔はさ、めっちゃかっこいいじゃん。かっこいい。なんか撮ってんのかな？ YouTuber？ わかんない。TikTok か YouTuber。へぇ。わかんない。どっちだろう。でも、顔はかっこいいよね。あ、顔はね、あの、キモいよ。あのキャラで来られたらどうする？この後絶対作ってんだよ。だって連絡取ったら普通だった。普通だった。じゃん、来たらこれでしょ。絶対なんかやばいよね。やばいよ、普通に。病気マジでいくやばすぎて笑えてくる。いや、ほんとそう。マジでごめん、今日。いや、いいよいいよ。ちょっと様子見る。様子見ようじゃん。ただいま。ただいま。あ、ごめんなさい。え、なんかどうした？なんか撮ってます。撮ってる。え、なんかTikTok とか YouTube とかやってますか？なんかそういうしもじもの遊びってしてますか？僕、貴族だからわかんないんですけど。確かに俺らが珍しい人種だからそう思う人もいるのか。ああ、そうです。僕らのタイプ、うん、僕の場合なんですけど、はい、生まれてからずっと自分に恋してる。あ、それだ、ホーランドですよね。僕もだ。苦手なタイプとか嫌いなタイプとか。自分より美しい人が嫌い。いないだろ、それは。そう、だから俺は。はい、ありがとうございます。僕があと100人ぐらいいれば人類の幸福度って結構上がるんですけど、ね、お前は唯一無二だよですよね。ちょっと俺貴族だから一つの店に長いとかしたことないんですけど、どうです？僕もできないね。どう？なんか店変えるのあれじゃない？それはなんか理由とか？理由、また目立っちゃうと思うんですよね。ああ、渋谷を一緒にちょっと歩くと恥ずかしいかもしれない。結構ファンに囲まれちゃいますそれだけが怖いな。一回普通に喋りません？普通？一回普通に喋れない？普通。普通って何？なんかわかりますね。普通って何？普通。え、普通、まあよかったらいい店知ってるから、どっか行きたいなと思ってんだけど。なんかさ、ずっとふざけてるから怖くない？そうなの？ふざけてはない。まあ俺こんだけ言ってるけど、一つだけできないことがあるんだよね。なんかわかる？女性を悲しませること。まあだから
一緒にどうかな。ふざけてないよ。ふざけてないよ。ふざけてない。ふざけてない。まあまあ、じゃあまあ行こうよ。とりあえずね、外。マジでいねえな。あ、行ったわ。ちょっと。あれ、どうしたんですか。負けたんですか。なんか言ってます。負けてなんだ。負けはまだ勝ちの途中だから。まあやっぱ女の子はかっこよすぎて無理とか言いますから。かっこよすぎるみたいなのも考えるんだな。まあちょっといいこと学んだんでね、かっこよさを抑えめにして次は挑みたいと思います。あ、どうしよう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バーン。いや、空気がやばかったね、マジで。本当にマジできつかった。マジできつかった。